回転数だけじゃない出玉の測り方。パチンコの日本一周にいた世界一周行きました私、近藤春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。どうもー、近藤春菜です。はい、というわけで本日は回転数だけじゃない出玉の測り方というのをお伝えしたいと思います。はい、まずなんで出玉を把握する必要があるのか。はい、まあ、そもそもですね、よくまあボーダーとか雑誌とかに載ってると何回転とか書いてあるじゃないですか。はい、それだとちょっと不十分な面もあるんですね。はい、なので出玉を把握できればしましょうよという、はい、そういうお話でございます。はい、というわけでご説明していきます。まず1ね、なぜ出玉を測る必要があるのか、はい、っていうことなんですけど、まあ例えばですよ、パチンコの北斗無双という台がありますよね。北斗無双319の例え話をしております。はい、でその台なんですけど、まあ雑誌とか、まあ、ネットとか調べたりするとボーダー、10日交換のボーダーがまあ 16.7 とか 16.8 とか 16.9 とかって書いてあるんですよね。はい、でそれ書いてあるのってどう出してるかっていう人、頭のいい人がまあ計算して、はい、だいたいまあ1ラウンドあたり、はい、142個ぐらい取れるだろうっていう、まあ計算したりとかして、でまあ継続率とか入れて、だったらまあ 16.7 とか 16.8 ぐらいだったらまあトントンになりますよっていう数字を編み出してるんですよ。はい、ただこのまあ今1ラウンドあたりね、1ラウンドあたりどれくらい取るかっていうのが大事なんですけど、1ラウンドだと142個っていうのも、上手い人が北斗無双打つとね、1ラウンドで150個ぐらい取れたりするんですよ、調整以内だったらね。はい、で逆に下手な人がずっと打ちっぱなしで打ってたとしたら137個ぐらいしか取れないってこともあるんですよね。はい、なのでボーダーっていうのが、まあ、2回転とか3回転とか結構変わってきちゃうんですよ。はい、なのでここね、出玉を把握する、はい、それが大事になってくるわけですね。はい、よろしいでしょうか。で大体まあプロの人たちっていうのはどう捉えてるかっていうと、1ラウンドあたりどれくらい取れてるかと、例えば16ラウンドで北斗無双で2300発取れましたなと、はい、いうふうになったら割る16をします。はい、で1ラウンドあたりどれくらいっていうのを出します。はい、わかりましたでしょうか。はい、ちなみに、まあ、余談なんですけど、現行機種で、最近出た、モモキュンのアマデジね。モモキュンのアマデジ。はい。あれね、雑誌とか見ると、まあ、U タイム最大で、ボーダーが約18って書いてあることが多いです。はい。ただ、僕が、止め打ちとか、ひねり打ちとか、加味して打つと、正直14台まで下がります。はい、僕が止め打ちとかで球増やして、あれ増えるんで結構ひねる人が球を多く入れるとかやっていくと14まで下がります、オーダーがね。はい、なのでただの回転数だけじゃなくて出玉も把握しましょうよと、はい、そういうことなんですよね。はい、よろしいでしょうか。はい、というわけで出玉を測っていただきました。はい、で測っていただいたらその後どうすればいいかと言いますと、僕なんかよりずっと頭がいい人が作った関数がツールとしてネットにあります。はい、ネットにありますから、そこで回転数どれくらい回ったのかっていうのと、今測った出玉ね、出玉どれくらい取れたのかと、はい、いうのと、持ち玉比率とか、まあ、交換率ですね。はい、それを入力すれば1回転単価がいくらぐらい、1回転単価っていうのは1回転回すごとに何回転の期待利益があるのかと、はい、例えば1回転単価10円だったら1回転回すごとに、あ、10円、あ、10円増えた、10円増えたみたいな、そういうイメージですよ。はい、1回転単価
で、あとは期待時給、はい、期待時給2000円取れるのかと、はい、2500円になるのかと、はい、まあ、300円ぐらいで大なのかなとかいうのが出ます。はい、なのでそこに入力すればいいだけです。はい、よろしいですか皆さん。はい、まあ、よくね、もう、まあ、まあ天才なのかよくわからないですけど、自分でもう一から計算して一回転単価こうで時給こうでっていうのをもう細かく計算してる人いますよね。はい、いますけど、その努力いりますか。はい、その人がなんかよっぽどなんかわかんない、なんか数学がなんかで成果を出したいとか思ってるんだったらね、その努力いるかもしれないですけど、その努力必要ですかっていうふうに僕は思いますので、頭のいい人が作ったツールありますから、そこに入れればいいだけなんですよ。そうすれば出るんですよ。はい、という感じでございます。よろしいでしょうか。はい、続きまして2ね、僕が使うツール、あー、まあ2つ使ってますかね。はい、じゃあ2つと、まああと、まあなんかちょっと評価が高いツールをね、ご紹介したいなと思いますので参考にしてください。はい、まず1つ目が、僕が、マッツンさんと、まあ、ホムさん、まあ、よく話してますね、僕がね、はい、パチンコ実証教室というサイトありますので、そこにもう入れれば出ます。はい、数字を打つだけです。もう簡単ですね、そこに入れて打つだけです。でリュータイムのね、残り時間でのやつも出ますので、はい、便利でできます。はい、もう一つがパチンコ副収入のすすめさんね、名前間違ったんです。はい、パチンコ副収入のすすめさん、はい、これはですね、年間4000円だけです。はい、年間4000円だけ払っていただいて、次以降は3000円になるのかな。はい、払っていただければ、もうね、すべてのほぼ昔の台からほぼすべての台の情報をエクセルで入力できます。はい、もう松井さんは一部有料があったりするんですけど、まあ、そこは、まあ、もう ほぼ、まあ、ほぼ全ての機種を出ますので、はい。で、その、あのサイトがいいのがですね、あ、途中で打ってて何個だったかなっていうのをメモし忘れたりとかするときあるんですよね。はい。で、あの、大体どれくらい取れますよっていうのも出ます。はい。だから、その、取れ忘れたなってときは、普段自分が打ってて大体はこの店の、台だったらこんくらいかなっていうのを入れれば、おおよそのね、一回転単価とか期待時給とかが出ますので、はい、おすすめでございます。はい、でもう一つ僕が、まあ、使ってはいないんですけど、エクセルジャパンさんってね、まあ日本で一番でかいねパチンコ軍団のがあるんですけど、まあ、そこの会長さんが作ってるデータメールですかね。データメールっていうのが結構いいらしいです。はい、僕使ったことないのなんでもないですけど、和田さんが紹介してたんでね、和田さんも紹介してましたし、日本に一の組織が使ってるサイトですから、はい、間違いないと思います。まあ皆さんぜひね、使ってみていただいてね、はい、まあ、どれが自分で一番まあいいのかなと、はい、しっくりきたのを試せばいいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、というわけで、ちょっと加えたんですけど、出玉の測り方、はい、まず3つご紹介したいと思います。はい、まず1つ目が大パネルに獲得個数が出るというタイプですね。はい、そういうお店、はい、パチンコ打ってて上のランプありますよね。はい、上のランプね、あそこに今大当たり終わってどれくらい玉が獲得できたのかと、あと連作中とかもちゃんと減る増える減る増えるっていうのをしていて表示されるタイプ、これが正直一番楽だと思います。はい、最後終わった時にそこを見て何個獲得できたかっていうのが分かるので、はい、そういうタイプはそこを最後見て確認してメモするようにしておいてください。はい、当然今何ラウンド取ったかっていうのもメモを忘れないでくださいね。はい、それを割る最後必要があるので、ね、割るラウンドするのね。はい、で2つ目、拡大係数システム。はい、もうやっぱりね、今結構もうほぼここになってますよね。まあ、僕がいる地域の福岡だと、もう正直9割ですここっすよ、この2つっすよ。はい、拡大係数システム何かと言いますと、まあ要するにドル箱がないお店っていうことなんですけど、はい、でここでもないと、まあ、いうわけで、
今何玉獲得したのかっていうのをもう常にあの左側の心の部分を見てれば出るお店です。はい、で当たった時に結構大事ですよ、当たった時に上皿の玉をこれくらい残したっていうのを覚えておいて把握しておいてください。はい、で把握しておいて今当たった時に何玉から大当たりを流し始めたというのをメモしておいてください。よろしいですか。はい、で全ての大当たり終了した後にまた自分が最初に大当たりする前にスタートした上皿の量にしてください。はい、なのでそれを引けばいいだけです。今何玉出てきた、で最初の何個から数え始めたっていうのを引けばいいだけです。そうすることでこの自分が大当たり何連チャンした時に獲得した個数は何個だっていうのが分かりますよね。はい、便利です。はい、はい、よろしいでしょうか。ここまでよろしいですか。はい、で最後ドル箱システム、はい、気になりますよね皆さんね。多分無理じゃないですかね。多分無理です。はい、まあ無理じゃないですよ、全部大当たり獲得して店員さんにお願いして、まあ、ずっと持ち玉打てるんだったらね、一回一回流してってすれば可能だと思いますけど、まあ面倒くさいし時間がもったいないですよね。うん、だからドル箱はまあほぼ、まあ、無理ではないけどやんなくていいと。あの一個一個玉数えますか、面倒くさいですよね。はい、あとやり方ありますかね、ドル箱ね。ちょっとドル箱もまあ大体、あ、まあでもね、流した時に平均この店のドル箱は何個だって確認把握しといて、例えば1800発だとか2000発だとか把握しとけば大体ね、あのまあ大体のね、あの回転数とかは予想したりとかはできますけど、正確にはちょっと難しいかなと、はい、いう感じでございます。はい、よろしいでしょうか。でですね、続きまして、まあ、ベストな測り方っていうのをご説明していきたいんですけど、ベストな測り方ですよ。ベストな測り方は1回で大当たりしてアタッカーに球を入れて獲得した出玉と電柱で自分がどれだけ増やしたかどれだけ減らしたかっていうのを分けて測るのがベストです。ベストはベストです、それが。はい、まあなぜかというとね、はい、それを把握することによって自分は普通の一般の方よりも大当たりで増やしているのかな、サポで増やしているのかなという反省がまあできることがあるんですね。できることができるんですよね。はい、なのでね、例えば僕が冬空の雨主で1回確変を当たりましたとなった時に、4ラウンドですね、4ラウンドで360個取れたとします。はい、だからラウンドベース90個なんですよね。1ラウンドあたり90ね、4ラウンドで360個だったら割るようにして90なんですけど、1回その確変の連鎖途中にはめて440個ぐらい増やしたことあるんですよね、まあ、1回とか、まあ、何回かありますけど、まあ、相当演出が来て外れてっていうのを繰り返して440個増やしたと。はい、そうすると800個増やしてるわけですよ。大当たりとサポで800個ね。普通だったらラウンドベース90なのが200までなるんですよね。はい、それだとちょっと出玉で、あのサポで増やしたのか大当たりで増やしたのかって分かんなくなっちゃうので、ベストは毎回毎回大当たりを取って測って計算メモしといて、ラウンド終わってどれくらい増やしたラウンドあのサポ中にどれだけ増やしたかっていうのをメモしてっていうか、ベストはベストです。はい、ただね、僕でもそこまでやるのはめったにない、もうほぼやらないです。はい、もう そんな面倒くさいこと、まあ、してくださったらいいと思いますけど、なので大当たりしてサポ合わせちゃって僕は個人的にはいいと思います。はい、あとは大当たりが何回ラウンドが来たのかっていうのだけをメモしておけばいいと。はい、そっちの方が楽ですよね。はい、そういう感じでございます。まあ、どちらにするかは皆さんが、はい、
やるね、元気があるってモチベーション高い方はぜひ分けて測っていただけたらと思います。はい、というわけでこの流れで、まあ、測りたい人は点々でっていうお話なんですけど、これ何かと言いますと、2つね、ただしっかり分けてサポチュとオータレを分けて測らなきゃいけないっていう場合があります。はい、それが何かっていうのが、一つのパターンがアタッカーが2つあってカウント数とか昇級数が違う台ですね。はい、イメージありますか皆さん。例えば寝台のコードギアスとか窓マギとかアタッカーが2つあるんですよね。で、両方ともどれくらい昇級もらえるのかというと、カウント数どれくらい入るのかというのが違うんですよ。はい、こういう場合は測っておかないと、毎回測っておかないと分からなくなっちゃうんですよね。はい、よろしいでしょうか。もう一つのパターンが、そうです、2ラウンドでパカパカ、何個入ったら閉じるっていう2ラウンドじゃなくて、もうパカっていう開く2ラウンドがあるタイプ。さっき言った冬空とかもそうなんですよね。現行限定で冬空もそうだし、1個前の冬空もそうです。はい、この場合は毎回ちゃんとしっかりラウンド数だけじゃなくて、どれくらい取れたかっていうのを確認しておかないと分かんなくなってしまいます。はい、僕はその時はもう測るのを諦めてます。めんどくさい、めんどくさいからしません。はい、ただその時は測っておかないと分かんなくなるので気をつけてください。はい、よろしいでしょうか。はい、というわけで今日もね、こんだけのやつを話すのにすごい長い時間になってしまいました。はい、ということで本当は話す予定だったんですけど、僕のメモの取り方っていうのは次回に回したいと思います。はい、次回はじゃあ僕はどういうふうに実際メモを取っているのか、はい、そういうテーマでお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回の放送っていうんですか、はい、をお待ちいただければと思います。はい、最後までご視聴くださりありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。